こえますか？反応してください。聞こえますか？まあ目を覚まして、まあ、なんとかなりました。しかし、しかし原因が分からず、このままでは治るかどうか。そんな、おいでさないでしょ。ママのこと直してよ。もう様子は見続けますが、何かあればまた連絡します。どうしよう、このまま起きなかったら怒ってくれるママも。宿題やったの。優しいママも。いただきます。大好きなのに。もう一回お医者さんに行って直してって言ってくれ。ダメだよ、お医者さんでも直せないって言ってたでしょ。そんな、待て。その声は、おもかん。たくママが大変だと聞いてみれば。本当に大変じゃないかーい。オーケー、病院で静かにしないとダメでしょ。ごめんごめん、いつものへっっていうのがないとなんか閉まらないわね。だって今はそんな気分じゃ。ストップ横綱。いつまでもこんな暗い空気でいたら、たくまは元気になると思うわね。もっと元気で行かなきゃ。いや、いいか、僕はね、笑いという薬を今届けに来たんだよ。どんなに辛い時だって笑えればみんな元気になるんだから。メメー、ボクありがとね。なんかちょっと調子が狂うわね。いやいやいや、まあ気を取り直して元気曲いきます。元気の元気の音を、イケメン元気の、キヤコー気合いだな、ポケモンのアナだね。なや、いけ、いけ、いけ、なんだもう、オークが変なことしたからじゃん。いやいやいや、違うわね。いやいや、違くないか。いやいや、俺じゃない、俺じゃない、違うわね、違うわね。うわー、あっち、うわぁ、やな感じ。とにかく、お医者さんを呼ぼう。これで一旦大丈夫っす。なんとかなってよかった。結局、オーケのせいじゃなかったけど。二人とも、マオくん聞いたよ、タクママが。もうどうしようもないんだって。そんなことないよ。僕、聞いたことあるんだ、ラッキーの卵のこと。ラッキーの卵？ラッキーの卵は栄養満点で、どんな人でも元気になるんだって。そうか、ってことはラッキーにあって卵をもらえばいいんだ。うん、そうと決まれば早速いくぞ。こんなところにラッキーがいるのかな。そしたら、あの子に力を貸してもらおう。行け、優れた嗅覚を持つポケモンなんだよ。普段は餌探しにしか使わないけど、力を貸してね。グルトン、ラッキーの匂いを嗅ぎ分けてくれる？あ、グルトン！ついていこう。あ、ここだ。この先にラッキーがいるの、グルトン。でもこれじゃ先に進めないよ。っていうかこれ、引き泥棒じゃん。そうか、最近出番が少なかったから充電されてなかったんだ。ときみお姉ちゃん、とにかく3人でどかすよ。
ダメだ。引き泥棒ってこんなに重たかったんだね。それ一応機械だからね。機械充電、そうか。はい、どうしたの時もお姉ちゃん。私にいい考えがある。行け。あ、タモだ。あ、僕に似て可愛い。ごめんね。機械だから電気を与えれば動くはず。行け、タモ、電気ショック。どうだ。引き泥棒起動完了。起動完了。はい、動いた。どいて。引き泥棒どきます。引き泥棒どきます。最近出番少ないです。根に持ってる。あ、いたよ。ラッキー。このままだとママが、お願い、ラッキーの卵でママを元気にして。ラッキー、ありがとう。よかったね、二人とも。ママ、あらららら、何と君はの。もちろん、いつでも元気なあなたたちのママよ。二人ともよかったね。目覚めましたか。先生。ラッキー、ポケモンの力すごいですね。はい。ところで、ママさんの症状がはっきりしたのですが、食べ過ぎですね。食べ過ぎでお腹が痛くなって意識が飛んでしまったようです。ああ、そうなのよ。自分でカラオケを作ったらね、美味しすぎてね、カラフルにしたらもう美味しすぎてもう10杯以上食べちゃったら、そしたらさ、もう揚げ物がきつくてきつくてね、年のせいかしらに。あ、ときみ、あの、いい加減にしろ。めちゃくちゃ心配したんだぞ。ねねねねって見すぎて、おばけさん。だっけー。だってじゃない。いけ、あの、しばらく反省してて。行くよ、ハノ。あ、待って。なんで。ときめ姉ちゃん、今コナックいたよ。え、嘘。あ、本当だ。頭ポケルンオールスターの踊ってみたコンテストがあるから練習してるんですって。ガガガガ、私も乗りたい。うん、入賞したらプレゼントももらえるんだよ。よし、いっぱい練習するぞ。詳しくは概要欄をチェックしてちょうだい。みんなも応募してね。僕は一人で応募しますよ。みんなも好きなパートを踊ってね。待ってるよ。ポケルン相性じゃんけん、私たちと勝負だ。ポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い。水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。ホゲータだったので、クワッソを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな。今日も動画見てくれてありがとう。チャンネル登録もよろしくね。おすすめ動画もチェックしてね。コメントも待ってるよ。またポケルンの動画見てね。せーの、またねー。